つけてみた。こんにちは。おはよう。こんにちは。おはよう。本日は前座に出させていただきます。でも本当にごめんなさい、ちょっとすっぴんでブサイクすぎるんですけど、朝配信なんてしたのガチで何ヶ月ぶりなんだろう。ちょっと40分まで配信します。何これ、アイスありがとう。なんか今アイスのイベントやってるんでしょ。なんかこのイベントになってから配信してなかったっぽくて、ちょっと久々に配信するんだけど、ありがとうアイス、ありがとうございます。そう、今日は前座なんですけど、ありがとう、頑張る。あのね、ちょっとこんなすっぴんからちょっとなんて言うんだろう、こんなすっぴんでブサイクすぎるからちょっとあれなんですけど、あのね、ありがとうアイス、ありがとうございます。そう、何が言いたかったんだっけ。あの、そう、前座頑張るぞっていう話と、あの、うん、頑張るのでぜひ DMM とかでも見てほしいなって思います。今日は何の曲、すごい洗濯物がめっちゃ映ってることに今更気づくっていう、あの、今日は何の曲やるか、まあみんな分かってると思うんですけど、あの、そう、久しぶりのポジションでやらせていただくんで、お楽しみにって感じです。なんかもう前髪が長くてさ、おはよう、あ、フォローありがとう。なんか配信してないのにフォロワーさんが気づいたら1700人になってて、すごくびっくりです。ありがとうございます。そう、なんか前髪が長くて巻いてないのでさ、巻いてないから、普通にやるともうこのぐらい目めっちゃかかるぐらいになっちゃって、ちょっとだるいのでちょっと分けちゃってるんですけど、多分みんなは前髪ある方が好きだって言うんだろうなって思うんだけど。アイスありがとう。今日前座じゃない、今日公演入られる方いますか。おはよう、ありがとう。大好きだよ、ありがとう。うん、ハートありがとう。ハートありがとう。アイスもありがとう。何、8月18、6、7、7分生産完了。お、おしゃべり会か、ありがとうございます。そう、あの、何、お支払いはお忘れなく。そう、そう、あの、後で今日チャットでも、チャットってかメールとかでちょっとそっちの有料のやつになっちゃうんだけど、そういうのでも聞こうと思ってたんだけど、あ、でもどうしよう、配信じゃなくてそこで言おうかな。やめました今。ちょっと待って、朝だから頭が回ってないんだけどさ。アイスありがとう。待って、本当に久々に朝やってるんだけど、
そう。てか昨日の夜のメールって届いてる？届いていますでしょうか？昨日の夜のメール届いてるかな？わからないけど、え、なんか絶対ホコリ持ってて無理。あ、おはよう。あ、届いてる、よかった、ありがとう。そう、昨日は、そう、昨日なんでこの話をしてるかっていうと、普通になんかあの先週からね、4期は髪型が固定ヘア、壁下の固定ヘアプラスもう一個できるようになったんですよ。それで私は壁下がハーフツインじゃん。でハーフツインプラスもう一個できるようになって、先週もやったんですけど、そう、先週もやったんだけど、あのそれをやるかハーフツインするかちょっと悩んでいまして、それをメールで聞いたのでちょっと答えてくれた人がいるかわかんないけど、見てないからまだ、そう、どっちがいいんだろうって思って、今日の髪型はちょっとまだ悩み中なんですけど、そう、ツインテール、ポニーテールか。そう、あのね、一つなんていうの、壁車プラスもう一個しかできなくて、しかもそれも固定っていうか、なんていうんだろう、決まったやつなので。おはよう、おはよう。おはよう、ありがとう、星も。今何時だ、うん、あ、まだ全然あったわ、時間。てか私昨日ね、すごいさっきからメール取ってくれてる人にしかわからない話ばっかしてて、めっちゃごめんなんですけど、昨日はめっちゃ自炊を頑張って、そう、なんか昨日はね、唐揚げを作ろうと思って、でも普通の唐揚げじゃ思んないかなと思んないっていうか、普通にあれかなとか思って、昨日は塩麹唐揚げと、何作ったっけ、卵のスープ、卵スープみたいなやつと、あとたけのこご飯を炊いてみました。そう、なんか最近マジでめっちゃ自炊してるから、ちょっと女子力が向上している気がします。おはよう、そう、なんか自分の料理のレパートリーを増やしたいんだけど、なかなか何を作ったらいいか分からなくて、いつも YouTube とか見てたりする。あ、目が痛いの大丈夫ですか？食べたい？最近のメリーメール、お腹がすく、確かになんか最近、しかも私メール送る時間割と遅いから、多分届くのもきっと遅いじゃん、だからすごいご飯時じゃない時間に、すごい深夜になんか飯テロみたいなメールを送っちゃっている気がするんですけど、おはよう、飲むのとか味噌汁とか和食っぽいのもいい、確かに和食結構作るかも、中華、韓国料理、なんだろう、今度料理配信いいかも、なんか作るならね、ちゃんと作ります、今度は。今度は、おはよう、アイスありがとう。
ョコミントかな、これは。私チョコミント食べられないんですよね。なんかチョコミントが歯磨き粉とか言ったらチョコミント好きな人に殺されるので言わないんですけど、もう言っちゃったんですけど、チョコミント食べられなくて、ちょっと食べられないです。好きなアイスは絶対チョコが好き。チョコアイスってないのかな、これ。おはよう。あ、チョコミントありがとう。ね、これいちご？ありがとうございます。おはよう。人に振る舞って評判良かった料理、え、なんだろう。人に料理を振る舞うことがあまりないんですけど、そもそも結構一人暮らし始めてから自炊するようになったから、なんだろう、え、なんだろう、あるかな。人にご飯を振る舞うことがなくて、普通に全然思い出せないんだけど、どうしよう。でもいつかね、なんかそれこそ同期とかさにご飯とかね、一緒に私が作ったやつを食べてくれる人がいるかわからないけど。チョコもチョコミントも似たようなもの。嘘。そうなの？私的に結構違うんやけど、なんかチョコが強いチョコミントとかなら食べれるのかな、あんのかな、そういうのって。あ、チョコミントです。あ、怖い、この絵文字が、ごめんなさい。おはよう、おはよう、おはよう。確かにお菓子を作ってメンバーにあげるのもあり。はじめまして。料理は得意、料理は得意なのかも。わかんない、多分ね得意です。でもめっちゃ私の料理のダメなポイント、自分のダメなポイントは、割とレシピを見れば何でも作れるんだけど時間がかかっちゃうことが一番ダメダメポイントで、時間かかるんですよ作るのに、すごい時間かかっちゃう、なんか効率よくできないです。それが一番ダメなところ、それ以外は多分いいんだけど。アイスありがとう。今から仕事？頑張って、ありがとう来てくれて。今日久々に劇場行こう。おお、会えるね。そう、お出迎えもね、ぜひ多分一人ずつかな、なのでお待ちしておりますね、今日来てくれる人がいたら。ひのちゃんのバレンタインチョコ、オラも欲しかった。あ、ひのさんにね、そうバレンタインにリアルガチが、なんていうの、リアル手作りチョコを作ったんだった、そういえば。おはよう、ほらありがとう、花ありがとう。ね、なんか料理作るときにさ、全部を同時に作れたらいいんだけど、そんなに何、そのあの火つけるとこ、なんていうの、ちょっとわかんないんだけど、それがないじゃないですか。おはよう。めっちゃ足つるんだけど、え、大丈夫？たまにそういう時あるよね。なんか足とか体がつると、なんか全部止まる時が、てかなんかあのなんかなんかで言った気がするんだけど、なんか昨
あれなんだっけ、今思考回路が昨日前座、来週、あ来週だっけの公演スケジュール出たじゃないですか。それで、あのね、私は20日だっけ20日と24だっけ確かに出させていただくんですけど、来週次の週そう、ね、個人的にどっちもねすごく試練がありまして、自分的に特に24日はちょっとやばいので来てほしいなっていう心の中の気持ちすごいおはようございます。めっちゃ好きを言ってくれてる、ありがとう。シンポジセンターなんでしょうか。もうご想像にお任せします。それは当分行かないつもりだったけど24日行くか迷ってる。それはもう来て切実に来てほしいてか本当にマジで話したいことがいっぱいあるんだよ、みんなと。あでもあれか、24日っておしゃべり会が21位だよね。おしゃべり会の後か、おしゃべり会はもう申し込み終わっちゃったんですけど、勝ったファンの方のおしゃべり会は確かツイートもしてもらったんですけど、すごい可愛い服を着ようと思っていて、ちょっとこのスッピングサイクから想像つかないと思うんですけど、可愛いのをちょっと着ようと思っているので買ったんだけど、まだ届かないんだよね。まあ21日までには届くんですけど、もうそれを届いたらいいなっていう。おはよう、ワンちゃん20回いける、本当待ってるおはよう。最近一番緊張した場面なんだろう、なんだろう、最近一番緊張した時は、最近何があったっけな待って、最近一番緊張したことは言うて前の前座、先週の前座もいつもと同じポジションで大人になる前にだったので、緊張というかあれだ、最近一番緊張したの分かった、今っていうか今日の前座だ久しぶりすぎて緊張していますおはよう、ハートありがとう、星もありがとうございます。あ、二次受付あるんだった、忘れてたそうだ、14日とかだっけ、違うかも。おはよう、ミルタンの最初初めて、おはよう、だって私朝配信全然しないもんめっちゃいい時に見てるじゃん。おはよう、誰か今配信してんのかな、分かんない。あ、そっか、23歌唱力か。おはよう、緊張してる風に見えない、そうか隠してるだけです、隠してるだけで意外と緊張している、緊張っていうか、
時まで、40分に終わりたいから、ちょっと35分になったら壇上読むから、もうすぐ終わります。おはよう。ミリちゃんだけ本当に本当か。ハトありがとう、アイスもありがとう。今日来るの、やった切実に会いたいんだけども。ハトありがとう。ミリちゃんが再生したの久しぶりに見た。みんな同じこと言ってる。そうだよねだって朝ね、朝の私のこのすっぴん多分めちゃくちゃレアな気がする。あとありがとう。レインボースターいっぱいありがとう、優しいあーすごい。なんかさ、こうおもろいのが、なんか誰々が何度目の訪問とかさ、なんかさ、何なんかとかさ、ファンレベルが上がりましたとか見れるんですけど、コメントをしてないのに、あ、この人見てくれてるんだっていうのがわかるので、ちょっと面白いあ、配信してるの、あ、ちょっと勘違いしちゃった、つらい、つらいですおはようアイスありがとうとりあえず今日の前座を頑張ります。髪型どっちにしたかは、あの、その時にのお楽しみにしてください。にメリットに会いたかったけど今日の午後から会社の、あ、そうなの、ありがとう、会いたかったって言ってくれて。おうね、私結構いっぱい全然出てる方なので、なんか会える時に会おう楽しんでね、旅行。おはよう。誰か配信してるかなと思ってショールームみたいな想定がない確かに私マジでなんかだって一時期私結構配信してたのに、なんかそれで心配されるんだけど、よく未だになんかなんて言うんだろう、私結構今4期生の中でも配信していない部類の方に入っているんですけど、多分多分ってかそうなんだけど、多分これも訪れてる人の顔と名前って大体一致してる。コメントしてくれる人とかでだったら割と、割とってか、うん、でもなんかやっぱり私が今名前、顔と名前を打ちさせる方法が前座とかお出迎えとかしかなくて、うん、そこで名前を聞いて覚えるとかなので、大体これからおしゃべり会とかねいっぱいあるので、それで覚えられると思うんですけど、今の時点では前座かなって感じなので、来てくれてる人は覚えています。な、顔とかを見れるのやっぱりそういうところでしかないですね。おはよう。再審してるんだって、ほっぺたつねってみたら痛かったから、本当なんだね、本当だよ私の朝配信レアすぎてやばい。ヘクキラ推しお届けありがとうレアキャラおはよう。配信は無理のない範囲で、そう、なんかみんながその私が一時期配信です悩んでいた時に、配信っていうかいろいろあった時に、なんかそのみんながそういうことをねいっぱい言ってくれたから、私はもうそうしています甘えてるマジで。ああ、なおありがとう、終わろうかな、そろそろ。そうなの、おしゃべり会でね、初めましてじゃないかもしれないけど、
その顔と名前が一致したってなると感動なので、ちょっとそれがちょっと楽しみではある。あのじゃあそろそろ終わろうと思いますので、壇上を読みたいと思います。13位ハクタカさん、ありがとうございます。ハクタカって何、新幹線12位カヤトさん、ありがとうございます。ありがとうカヤトさん。11位ナベトシさん、ありがとうございます。ナベトシさん、私はなんだろう、この間の料理配信で炊飯器で鍋しましたけど、食べたいですか？食べたくないですよね。はい10位かつや NGT48 たこ牛アットミリとエル、嬉しい羊、ありがとうかつや、ありがとう、合ってるね。9位がトールさん、ありがとうございます。トールさんありがとう8位ポンスケさん、ありがとうございます。なんか久しぶりな気がする、ありがとう。7位ノアちゃんでいいのかな、わかんない、ありがとう早く会おうね。そして6位が高尾ちゃん、ありがとうありがとう、無理しないで生きていこうね、しないというかわかんないけどありがとう24日待っている5位がりょうさん、ありがとうございます。待って、八番ラーメンなんだけど、じゃあ八番ラーメン絶対新セットなんだけど、4位がひでじじさん、ありがとうございます。星ついてる、ありがとう。そして3位がまーちゃん、ありがとうございます。まーちゃん会いたいそして2位がラーメンマン、あとメリットの羊、ありがとうございます。今日は会えるの楽しみ待ってるね、お出迎え。そして1位がみーさん、ありがとうございます。ありがとうみーさん、ありがとう。今日会えるのすごくワクワクしております。ありがとうみんな。てかなんかそう、もう終わるんですけど、なんか来たら終わった、悲しい悲しいけど、そう、私なんか最近っていうか、最近何かの方になんかお出迎えでなんか地下アイドルの話をされたんですよ。でそれで私とっても地下アイドルが好きで、地下アイドルとか言い方良くないよね、ごめんなさい、ライブアイドルっていうものが好きで、ちょっともし知っている方がいたら、多分私本当に知らないアイドルがいないぐらい好きなので、それはちょっと語れるので、ちょっとここで話しておきました、それをひょんなんでも好きなので、そういうわけで終わりたいと思いますありがとうございました。なんかありがとうありがとうね。今日はぜひ昼夜で前座出させていただくので、そう、ぜひ来られる方はコールはメリーなのでペンライトはピンクとピンクなので、ピンクとピンクぜひフリフリしてくださいはい来られない方は DMM でも待ちとん見てください、 DMM ありがとう、頑張ります、頑張ります、ありがとうございました、バイ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 、頑張る、バイバイ、ありがとう朝から。
来てくれて、もうちょっとしたらメール送るのでぜひ見てください。またねー、バイバーイ。